イに来たら、うん、みんなタイ料理食いたいんですよ、うん、おすすめのタイ料理屋さんってあるんですか、まあ、なくて美味しくないとかないんですよ。まあその例えば清潔感だったりとか、うん、メニューの見やすさ、うん、もう全部がタイ文字でわーっと書かれてって、うん、どうぞって渡されても、うん、何にも写真じゃないじゃないですか、はい、とか行きやすさとか、うん、この辺がなかったので、まあ今まで僕タイにいろいろ移住してきて、あこれないよな不便だなみたいなものに関しては、うん、全部は自分でビジネスとして作ってやるっていうポリシーがありまして、うん、まあタイ料理屋さんも今絶賛をしてます。どういうんですか？プロモンです。でそれ以外で言うと、はい、まあ、いろいろシチュエーション、例えば僕らこちら住んでて、うん、タイ料理食べたいな行こうっていうのか、うん、それともなんか日本から友達とか家族とかが来てて行こうかなとか、いろいろこうシチュエーションによって違うのかなとは思うんですけど、ソンブンとかソンブン、まあ、とかはなんかあの使いやすいですよね。まずそのメニューとかも全部写真があって、はいはいはい、どんな料理かもわかるし、まあそれなりに安全というか清潔感とかも担保されてて、うん、僕タイ料理の味がわかんないんで美味しいとかまずいとかわかんないんですけど、タイ料理が嫌いですよね。そうそう、社員とか、うん、で日本人もあとタイ人のスタッフも行って、あまあまあ普通じゃないっていうのが、おうおうおう、プロンポの駅前にあるイムちゃん、夜遅くまでやってるし、はい、タイ人からも普通、日本人からもまあ普通で、はい、メニューも写真付きのもあるみたいな、うん、やっぱおすすめのタイ料理食べ方、うん、ナンバーワンはやっぱ僕はもうフードコートだと思います。そのなんだかんだ言って清潔だし頼みやすいし、でも間違いしたらぼったくられるのも絶対ないので、フードコートだと。ただそのちょっとそのね、あのこっちのフードコートって入り口でそのチケット、うんうんうん、買ってなんかそれで精算しなきゃいけないみたいのがあるので、買い方が分かんないとか、うん、戸惑うところあるとは思うんですけど、最近のフードコートはクレジットカードいけば、はい、あそうなんですね。ビザマスターだったら大体いけます。ああじゃあいいです、はいはい、でも僕からタイ料理行くってなった時、例えば友達に行きたいって言ったら、はい、まず選択肢としてクーラーが効いてる室内がいいのか、はい、屋台みたいな、イムちゃんみたいなとどっちがいいかと、大体みんなこう屋台の行ってみたい、うん、ってなるとやっぱプロンポだとイムちゃんか、あの向かいのエムが僕は美味しいと思います。うん、そうですよね、はいはい、で室内で言うと僕のおすすめはタインプリンっていうトンローにあるところか、サボイ、うまいなと思って、うん、で写真付き店着で、うん、おしゃれタイっぽい写真も撮れる、うん、だいたいこの今の4件が僕おすすめなんですよ、はい、あそうですね、そういう感じのお店を作りたいなと思って。じゃあぜひタイ駐在チャンネル撮影してもらって、そうなんかタイ駐在チャンネル見たで 10% オフとか、そういうのもキャンペーン付きで、キャンペーン付きでやりたいなと思っていて、まあ、だからやっぱとにかくなんかそのやっぱ綺麗な安全にこう食べられる、うん、お店っていうところを作りたいなと。まあでも日本で有名なタイ料理屋さんってないですよ。タイ料理のそういうチェーン店を作りたいなと思っていて、でタイ料理って屋台でもできるぐらいなんで、狭いキッチンでパパッと作ってオペレーション時間も早くバーンって出せるんですよ。これすごいファストフード向きなんですよね。でチェーン店向きでも結構流行ってるんですよ。その竹内さんのオフィスの周りとかで、ね、もうタイ料理めちゃくちゃでも並んでるし、でもやっぱ結構高いんですよ。それが1600円とか2000円とかね、そうじゃなくてもっとだからそのサイゼリアバーミヤンじゃないですけど、それこそワンコインとかで絶対ワンコイン食べれるはずなんですよ。なぜならこっちでは100円とかで食べれる料理なので、なんでタイ料理のそのチェーン店っていうのを日本でやることによって日タイのこう友好にもねなりますし、一役買えますね、ますし、なんか例えばもうあるやつがガパオとかカオマンカイとかアムヤムクンとか、そうパッタイみたいなものをこう出していく、なんかチェーン店があってもいいかなみたいな。でそれをなんか今アメリカもめちゃくちゃタイ料理流行ってるんですよ。フードトラックとかそういうのがあれじゃないですか、うん、もう結構、まあ、メインじゃないですか、ニューヨークとか、うん、でもタイ料理全然ね屋台でできる料理ですからね、うんうん、日本でタイ料理のお店どこって言われてなんかパッと出てこなくないですか。僕はタイ料理が好きだからめちゃめちゃ調べた結果、マンゴーツリーはあるんですよ。あれ宮廷料理なんでタイ料理屋さんじゃないですよ。確かにタイ料理ってのはガパオとか、うん、カオマンガイとか、うん、ああそういうやつじゃない、屋台で食べれるような、はいはい、だそれがないんで、でも屋台料理なんてオペレーションがめちゃくちゃ簡単なんですよ、うん、今回そのタイ料理をやろうと思って調べたんですけど、うん、タイ料理ってやっぱ優秀でオペレーションもおり簡単なんですよ、うん、再現性めっちゃ高いんですよ、うん、そうだから誰でもすぐできるから、うん、フランチャイズとかチェーン店向きなんですよ。これプレイヤー、いや空いてるじゃんみたいな、ラーメン屋とかいるより
うん、全然クイティアをやった方が多分絶対いい。タイでご飯食べた時はちょっと下調べしてから行った方がいいなと思うこともあるんですよ。なぜかというと一昨日焼肉食いに行ったんですよ、うん、こんなまずい焼肉食ったら初めてだなってぐらいまずかった。タイで外食するときはちょっとある程度リサーチして、まあ、評判だけ見てから行った方がいいなっていう。やっぱ食べ物ってやっぱなんか難しいのはやっぱ人によっても好み違うし、あとそのなんか人種によっても多分好み違うんだろうなと。だからでもあの焼肉屋は誰が食ってもまずいです。焼肉でまずいってなかなかないですよ。だって別に焼肉って一番なんか味ぶれないじゃないですか。だって肉だから、はい、エバラの焼肉のタレの方がうまかったっていうぐらいもびっくりするぐらいまずかったんで、うん、タイでここのお店は美味しいかもシリーズとか、はい、あとは逆になんかあのまずいもの、うんうん、を探してくるっていうのも面白いかなと思いますよね。それで言うと僕この間カオさん行ったんですよ、うん、こんな親指みたいな芋虫食ったんですよ、うん、意外と行けたんですよ。だからあれだから絶対行けますよね。僕一回だからそのなんかあのタガメ食べたんですけど味とか覚えてないですけど、はい、噛み切れなかったっていうのは。で僕これビジネスパーソンとして言いたいことがありまして、うん、人って結局脳に支配されてるわけですよ、はい、人の脳に一番インパクトを与えるのって舌らしいです五感の中で、はい、で食べたことないものとか今まで自分が知ってるものを想像を超えるぐらい美味しいものを食べた時っていうのが一番脳へのいいインパクトが起こるらしいんですよ。だからその昆虫食とかもそうですけど食べたことないものを食べてみるっていうのはビジネス的にも良くなるんで、うん、その仕事がうまく回らないっていう時のなんかターニングポイントとして虫を食べるっていうのも一個あるのかなと思って、うんうん、何かで困った時は虫食べに一緒にサソリじゃあサソリじゃあおすすめのタイ料理屋さんは安藤さんがこれから作るタイ料理屋さんということで書いてあるそうですね、はい、ちなみに店名はもう考えてます。アロイとかそういう方がアロイ、うん、そういうのが流行ってったらいいですね、はい、店名が決まったらまた聞きます、ね、はい、はい、取材が長くなりましたけど、はい、はい、ありがとうございます。どんどんコメント欄に質問してね。チャンネル登録もよろしくね。